さだやさ、しおこれでございます。なんか、ハンドアか？違うな。もうすごい風の音が、なんか中で聞こえてくるよ。気のせいか？さあ、そんな今日はですね、スーパーに今日は行く日だなと思っていて、冷凍食品が安い日です。スーパー行く前にちょっと寄り道をしてね、公園にでも寄って、カメラは一応持ってきてるんで、撮影でもして気分転換をしながら買い物して帰ろうかなというところです。家出るタイミングでは晴れてたからよしと思ったけど、曇ってきちゃったな。右折待ちです。最近このウインカーの音に合わせて手を叩いちゃうんですよね右折待ってる間に。なんかウインカーの音とか、その表示のチカチカってなってるのがたまに早く感じる時ありませんか？なんかあれってバッテリーとかの問題で危ないよっていう時とかさ、まあ、僕も詳しいそのなぜそうなるのかの原理をよく分かってないけど、例えばライトの寿命が縮まったらチカ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 って出るのか、バッテリーの問題なのかは分かんないですけど、たまに車でもいますよね。一回ね、原付の時それ起きたんですよね。なんかすごい音がチカ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 ってすごい速い表示に一回それになって、なんかミニじゃない車の時にもあったな、エリシオンの時かな。なんか車検が終わってその後すぐにウインカーがすごい速くなって、車検場に戻ってなんかやってもらったみたいなこともあった気がします。何の話からこうなったんだろう。あ、たまにあのウインカーが速く感じるねって話ですね。結局なんかここのパネル上で見て、あれ速いのかなと思って前の車見て、前の車のタイミングとこうやって、あ、一緒だ、大丈夫だっていう時がねありますよっていう話でしたね。わけのわかんない話をしていたら公園に着きましたので、ちょっと気分転換してきます。うい、寒い。帰ってきました。使ってきました。はい、一応ちょっとセンサーが、あのセンサークリーニングっていうペーパーを、なんか速乾性があるのかな、なんか買って試してみて、それでちょっとそのなんだ、水垢じゃないですけど、なんか残ってないかなっていうチェックのためにも一応来たんですけど、まあモニターで見てもそういうの分かんないですからね、ちゃんとパソコンで見ないと何とも言えないのであれですけど、とりあえずは30分ぐらいかな、一応ぐるぐると回って、なんか池にカモがいたんですけど、なんかこう餌をあげるふりをしてね、おびき寄せようと思ったんですけど全然来ない、切られてました。そしてまあいつものことなんですけど、ファインダー覗くときにね、なんかポートレートだったら絶対こういうことないんですよ。なんかもうその人っていうのが入るの前提だからそんなに押し付けないんですけど、なんかねスナップ的な形で何を入れよう、どれを入れないでおこうみたいなことやってると、だいぶこう力んできちゃって、こうカメラがメガネにどん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 圧をかけてくるっていうね、だいたい汚れます。さあ、それではスーパーに行って帰りたいと思います。手が冷たい。なんかもう枯れ葉しかない状態ですね。冬だからね、当たり前か。若干なんかパラパラと雨が降ってきましたね。洗濯物干したんだけどな、しょうがないですねこういう時はね。できるだけ早くスーパーから戻って取り込むべきですね。さてさて、この辺で終わりましょうかね。急な気温の変化、天気の変化、体調管理お気をつけください。それではしょうこれでした。また明日、ごきげんよう、バイバイ。